本気出して食べなきゃ。産後初の子連れラーメン、2人だからできたって感じだよね。そう、1人は無理。ラーメンの壁が高いんだから。いただきます。コンコンチャンネルコーナーさみです。無事子供たちが幼稚園小学校を出発しまして、でちょっとこの後ろの壁が7歳の誕生日パーティーを昨夜しまして、ちょっと当日ではなかったんですけど、名残がちょっとみっともないね。まあいっか、これやってたら時間がなくなるのでこんな感じですけど、今日はですねこの後歯医者があって、パパがお休みの日なので、その後ちょっと次女と3人でね、初の外食もできたらしたいなって。ちょっとなかなか赤ちゃん連れだとね、行けるお店も限られてくるので、もしかしたらなんか買って家で食べるかもしれないんですけど、なかなか次女とお散歩っていうの実はまだ行ってなくて、上の子たちがいるからこう習い事とか毎日こう送迎とかで外に出たりはしてるんですけど、こう次女だけベビーカーに乗せてゆっくりお散歩するみたいなことを実はまだできてないので、まあ、もう生後1ヶ月経って外出も OK ですよってなったので、気温的にもちょうどいいし、ちょっとお散歩もできたらいいなと、そんなお出かけを撮ってみようかなと思います。で、歯医者の時間が迫ってるのでパパッとメイクを、やっぱり4人目出産してますますバタバタしてきたので、日々あんまりメイク時間かけられないんですけど、ずっと使ってるこれ、2、3ヶ月前にも YouTube で紹介させてもらったんですけど、今の自分の救世主アイテム的な、これ1本でねベースメイクが全部済んじゃうから、こんな風にね手の上に取って柔らかくしてから、クリームファンデで結構こっくりとしたテクスチャーで、だけど伸びも良くて、スポンジを使うとさらにこうナチュラルになるから、時間がある時はスポンジで伸ばしてます。自然な仕上がりなんだけど、シミやシワはしっかり隠してくれるし、素肌が綺麗みたいに見せてくれる、ちゃんとカバーもするけどナチュラルっていうのが本当お気に入りです。トレンドのツヤ肌的なツヤっとした感じに仕上がるのも良き。日焼け止めと下地とファンデ通って塗らなくていいから本当に助かってる。しかも嬉しいことにね、この前紹介した時、結構私の動画見て買ったよっていう方もいて、使ってみたよっていうコメントも来てて、気に入ってもらったみたいで、すごい嬉しかったです。いつもなんか時間ない時間ないって言ってる気がするけど、特に子供たち4人みんないる時は本当に時間がないから。 SPF もね最高値で入ってるから、日焼け止め塗る必要もないし、本当これ1本でいいっていうのがこの夏はねかなり助けてもらいました。汗をかいても崩れにくいっていうのもいいし、お店とかさエアコンを効いてて乾燥してるなっていうところでもしっとりしてくれてるので、秋冬もお世話になるなと期待しております。すごいなんかおめでたい人みたいになってる。こう1ヶ月以上前なんですけど、突然モーニングの OG の M ステに出たメンバーのグループ LINE が動いて、すっごいねびっくりするやり取りがあったんですけど、ヤグッさんがさ急にすごい変な LINE が、好きな人がって来て、どうしたんだろうと思って、でなんかすいません暴露ありますって来て、えっと思って、でちょうどバタバタしてる時間帯だから私返せてなくて、で後で聞いたらそれが有吉クイズっていう番組の収録だったみたいで、でこの前オンエアあってね、もうちょっとこの動画の頃は TVer の配信も終わってるかもしれないんですけど、本当面白かったし、もうびっくりした。ちょっと北海道放送してなかったんで TVer で見たんですけど、 OK ベース OK、 よいしょ、眩しいね、初ベビーカーだ、眩しい、眩しいね、これこれこれ、あ、ラッキー、今の時間空いてるかもしれん。いつもはここのね町的にすごいずらって並んでるんだけど、この場外市場にある徳一さん、すごいね丁寧なラーメンで美味しい。私の同級生の友達がやってるお店で、さっき電話で撮影の許可と、ちょっと赤ちゃん連れですけど大丈夫ですかって聞いたら、お子さんも大歓迎ですって言ってくれたので、産後初の子連れラーメン食べていきたいなと思います。こっちも期間限定ですもんね、はい、油そば、こちら1ヶ月間限定の、じゃあ油そばにしようかな。いや、トシ君本当食べたいのでいいよ、全部美味しい、全部美味しいから、私は期間限定のもあると聞かないって試したりする。トシ君食べたいのにしよう。おすすめは何かを、だから全部美味しいんだってば全部美味しいんだってば、何食べても美味しい、いやだ食べたい、今の心に素直になって
圧よ力入りすぎじゃない。あ、確かにすごいね。おしぼりこうやって出てくるのすごくない？おしぼりそう、おしぼりのおしゃれだね香ってるの、うん。歯医者さんが結構遠い歯医者さんで、今マウスピース矯正してるので、インビザラインっていうのに特化した歯医者さんに行ってて、でも今日虫歯あってさ、産後1週間10日ぐらいの時に突然歯が欠けて、左の奥歯、奥から2番目、それもニョッキ食べてる時に欠けてニョッキのなんかパウチのやつを茹でて、でなんかついてきたソースがチーズとナッツが入ってるソースだ、もしかしたらナッツかもしれないんだけど、ニョッキ食べてる時にガリって言って、ティッシュに出してさ、したら歯が欠けてて、歯が欠けてから1ヶ月放置してたから、あ、来た、お待たせしました、油そばの番組です。すごい、あ、や、簡単に紹介させていただきます。はい、今回の豚のグラスと申しまして、焼いた豚の骨から取っただし、さらに煮詰め、たまり醤油と椎茸の上に合わせました。泡はサフランの泡でございます。サフランの泡だって確か。で、中の具材は焼き付けた燻心菜、炭火焼きの豚肉、すだち、みょうがでございます。ありがとうございます。特上の醤油でございます。こちらの泡は昆布と醤油の泡でございます。卵の上は自家製のキノコのパウダーです。本気出して食べなきゃ。産後初の子連れラーメン、2人だからできたって感じだよね。1人じゃ無理なの。大人2人でかつ知ってる人のお店っていうのもあって実現したラーメンの壁が高いんだから。いただきます。いただきます。ちなみに大盛りにしました。で、一緒に食べようね。いやー、こんな綺麗な油そばある。そう、なんかすごいさ、だからトシ君連れてきたかったんだ。こだわりはさ、すごい。食材美味しい。もう分かった。よかった。上品でさ、普通ジャンクじゃん、油そば。でもなんか、香ってるの。香ってるの、それ。麺もすごい。燻心菜って言ってたからした。そうそう、それでさ、歯が欠けて。でもそっからさ、なかなか歯医者行けなかったの。で、今日やっとこれタイミングがあったから行けたじゃん。で、1ヶ月経っちゃったから。いや。食べてみる？美味しい。大盛りにしたからいっぱい食べな。いや、食べ方が男子だなと思って。一口が大きい。美味しいね。トシ君も何気油そば好きじゃない？なんか遠征とか行ってさ、自主トレの頃かな。何食べたのって言ったら油そばって言ってきなかった。あんまラーメン食べてないでしょ。治療行く近くに油そばがある。ああ、そうなの、うん、いつも手っ取り早くそこで通り道にあるから寄るじゃん。そうだね。この前、そのすぐ近くに、ね、めっちゃ美味しいとんかつ屋さんがあるって判明して、うん、これからはそことの自宅になる。なるほどね。これはずっととし君と来たいなと思って、でも産後になっちゃったからと思ったけど、逆に今の方がまだ寝る時間も長いから、そうだ、ね、もうちょっと経ってからの方がより大変かも。これからでももうちょっと大きくなってやっぱきつくなってくるから。美味しいね。麺違うもん。そうだね、麺違うと思う。こっちは期間限定メニュー、 LINE でお知らせ来るの登録してるから。でずっと食べたいなと思ってさ、でも無理だな、今行けないなと思ってたから、今日一緒に来られてよかったね。甘みがすごい。甘みすごいね。シンボル、チャーシュー。うん。美味しい。麺自体も美味しいし。もしさ、ギャンギャン泣いたらさ、抱っこしてさ、外行ったりしなきゃいけないじゃん。だけどまださ、抱っこしたら泣き止んでくれる月齢っていうか、まあ、月齢っていうか、この子がっていう感じかもしれないけど。まだ動きもある子じゃない。そうそうそうだね。あと時間も良かったね。お昼のピーク過ぎてるから、ちょうど。美味しいね。美味しい。油ならできんの？聞いてみよう。あとあれ、別皿もらってこの油そばもちょっと入れよう。麺
くるっとした。トシ君好きそうと思って、こういうきれいめな醤油好きじゃない、トシさんもね。全部がうまみ、全部がうまみ。そう、それで虫歯が見つかって、うん、かけたとこをさ埋めるだけじゃなくて、虫歯の治療もしたから、今日麻酔したの、こっちの下だから防音してるんだけど、でも美味しい、食べれる。いや、そう思ったの。いや、すすれるかなと思ったけど、すするよね。小皿もらうかい、替え玉もらうかい、できんのかな。麺って替え玉できますか。ないですよね。オッケーです。じゃあ、あれ。小皿もらってもいいですか。すみません。しょうがない。いや、美味しいです。すごい。普段寡黙なんですけど、すごい褒めてます。でしょ、だって普段あんまり感想言ってくれないじゃん。でもなんか全部がうまいみたいな。普段喋らない人。油そばなんですけど、最後残っただしにご飯入れて食べるのもおすすめなので、もしお腹に余裕ございます。はい。ご注文。いいね。残り全部いい。うん。食べる。うん。あ、今で油そばも食べるよ。食べるの遅いからさ。今日のさ、佐々木のぞみちゃんがね。子供たち送った後にお皿を食べるっていう動画をこの間見て、なんかもう思わずクリックせずにいられなくてさ、お皿、佐々木のぞみちゃんどこ食べに行くんだろうとか、フォーク県行くの、国立競技場の、うん、あの神宮町でした。あ、そう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 。え、佐々木のぞみちゃん、よく行ってて。あ、ほんと。俺らやっぱ黄色いとこでしょ。警察とかしに行くから。警察、そう、そういうことね。ラーメン屋さんの偵察じゃないよね。相手チームのってことね。神宮で試合に行って、合間にお昼ご飯でホープ券行ったりっていうのが結構定番ルートだった。もうちょっと小皿にもらっていい？いいな。トシ君食べればいい。取って食べろ。ご飯も食べる。そっか。じゃあトシ君も、あそこでも有名だもんね、ホープ券ね。え、ホープ券のお店に行ってたの？行ってたの。あそこ朝ラーやってんのね。なんか私も国立で取材あった後だったから何回か行ったことあって、なんか朝ラーとか行くんだと思って、そっからもうずっとラーメン食べたくてさ。ね、朝ラーはやったことない。ここならできるなと思ってた。9時からやってるからさ、ね、あれ、この醤油の感じなの、朝のやっぱコテコテじゃない、うん、そうだね。人抜けだけ。あー、そうだね。ちょっと暑かったし、いかんせん初ベビーカーだから積んでなかった。ブランケット。事情はこんな感じで、今は寝てます。でもちょっと食べかけろ。じゃあ食べてるところを。え、シャッター白。あ、シャッター白。目線いらないよ。くな。全然映えない。二三本しか見えなかった。星くん張りにね。これ麻酔してるからなんか挟まった。大丈夫。別に。でもここにいるよ。ここの感覚でも鈍ってるから。これぐらい。ちょっと止めてほしいな。写真撮ってるだけなんだ。かよ。写真だから。もうワンチャンスください。写真撮るだけで。だから待って。食べなくていい。食べなくていい。あ、そういうこと？うん。なんか確かに業界人っぽい指示する。食べなくていい。写真だけ。でもずっとこうやってるの疲れんの。はい、ごめんね。つかない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 。少ない。すみません。いや、食べるって言ったら、すするとこ。わざとっぽいってんでしょ。食べてないやん。口開いてないじゃん。こんな感じ。もうちょっとスプーン上げて。スプーンを上げて。角度は？いや、ちょっと待って。笑わせない。だって油そば、まあまあ、オマージュだからね。そうそうそう。ライスも頼みました。全部いい？あ、入れていいと思うよ。
最初替え玉ありますかって言ってたんだけど、ね、替え玉はやってないみたいで、油そばにライス入れても美味しいですよって。美味しいでしょうね。ちょっとタレ残さなすぎ。美味しいだろう。うん、美味しい。幸せ。最近ほんとさ、ウーバーとかも産後ね、それまであんま頼めなかったんだけど、頼るようになったけどさ、お昼お店ってやってないお店あるじゃん。ウーバーじゃ頼めないね。あるんだろうけど。つけ麺タイプのものとかさ、うん、で頼むけど、届く。モビルの気にするじゃん。そうそうそう。あと届く頃に起きちゃうとかさ、赤ちゃんのタイミング次第。新酸素。ちょうど鳴っちゃったね。ちょうど回した時に鳴く。泣いちゃった。抱っこしますか？舐めてる。おっぱいじゃない。お腹空いたんだね。ね、早いけど、まあお腹空いたんだ。でもそろそろじゃん。うん。まあまあなんだかんだそろそろ。まあなんとなく3時間だけど、わかんない。その3時間分飲まずに寝てる可能性もあるし。ねえ。これこだ。初めてのお散歩だからね。寝そう。ねえ。寝たんだね。置くかい。置く？ベビーか？うん。あ、そうなんだ。いや、ラーメン美味しかったね。トシ君と行けてよかった。うん。ねえ。ねえ。あと何年後かな？私が食べられるのは。抱っこすると寝そうなんだ。抱っこがいつも寝るんだよね。ねえ、まあ、でもまだ抱っこして泣き止む、抱っこして寝るならまだね。で、2歳を見てると思うよ。まあ、もう2歳じゃないけど、3歳になったけどさ、抱っこで泣き止まなくなってくるじゃない。お前も撮ったよ、ここで。あっちかな。でもなんか当時黄色かったよね、紅葉しててさ。ここは通ってない。通ってないけど、ここまだほら一人の時に通ってないけど、あっちか。ここも通った気がするよ。写真撮るね。うん、やっぱリンクフェードすごいね。全然崩れてない。そう、美容液成分が入ってるからメイクしながらシワ改善や美白効果が目指せるっていうのもすごい嬉しいポイントだなって。肌に嬉しいことができてる安心感みたいなのがあるなと思います。これからもお世話になります。可愛いんだけど、ここも前遊ばせに来たよね。そうだね、うん、遊ばせにも来たし、ネーネだけの時はなんかここ紅葉の道を歩いた気もする。そこじゃない？そこに泊まる。そこか。そうかも、ここかも。二人いたんじゃない？その時は。いや、あのね、まず一人でも来てる。で、二人でも来てる。一人の時は、だから多分あっちだと思う。そうだよね、あっちでベビーカーでさ、来た気がするよ。誰の声？誰の声かな？で、私のデビューです。ほぼ寝てるけど、こういうの初めてだよ。いつも上の子のさ、送迎に付き合う形だからさ、この子のお散歩っていう、まあ、私が主役ですっていうでしょ。主役なのかわからんけど寝てるからね。親が歩きたいだけ。結局親に付き合わされてる。への字の口してても可愛いって可愛くない？
その口が可愛くないだろ。いや、その口可愛いよね、なんか。うまくできない。たまにはいいね。だいぶ涼しい。ん？だいぶ涼しい日からもいいわ。そうそうそう、今が多分一番お散歩とかしやすい時期で、こっから先は寒くなってくるからさ、多分今すごいベストタイミング、お散歩の。いいね。帰ってきまして、今次女のおむつと授乳してる間にパパがお迎えに行ってくれたので、今日は歯医者っていうきっかけでのお出かけだったんだけど、パパも札幌にいてお休みで一緒にお出かけできる日だったので、歯医者さんの後一回授乳を挟んで、まあ、ラーメンも食べに行けたし、ちょっとお散歩もできたし、いいお出かけになったなって。もうね、移動の車内はずっとラブトラの話しちゃって、最終回が終わってやっとね、本人たちの SNS をフォローしに行ったんですよ。放送中に見に行くと、なんかネタバレ要素があったりしたらなぁと思って、放送が終わってから見に行こうと思ってて、だからなんか今日も歯医者でさ、歯の治療してもらいながら、そんなラブドラのことを考えてて、車でもずっとその旅の後のインタビュー動画みたいなの見たり、一個ハマるとすごい好きになっちゃうんだよね。ね、まだあんまりラブトラの話しても見てない人はね、何のこっちゃだと思うんで、また別で喋りたいなって。でも今日ちょっとパパに話すだけでもさ、すっきりしたりってあるよね。まあ、お散歩中なんかちょうど次女も眠かったのかな、なんかベビーカーだとぐずっちゃって、結局結構抱っこしたりしてたんですけど、気温もちょうどいいから、なんか気持ちよさそうにすやーって寝てて可愛かったな。ね、そんなお出かけで朝からで、ね、もう夕方だけど全然崩れてないね。ちょっと汗もかいたりしたけど、いい感じに馴染んでる感じがして、崩れるどころがちょっと綺麗に見えてるぐらいな。こんな風にね、ビフォーアフターで比べると、こう崩れにくさみたいなのが伝わるかなって思うんですけど、どうかな。朝からもう7時間8時間とか経ってるのに、ね、ちょっと汗もかいたけど、すごいよね、全然崩れてない。美容液成分のおかげでね、乾燥しにくくてすごいしっとりね。これから秋冬にかけてさ、一気に乾燥するシーズンになってくるしね。そう、乾燥してる時ってこうファンデーションも馴染みにくくなっちゃったりして、時間が経つとすぐにさ、ひび割れちゃったりとか、こう粉吹いてきちゃったりとかするんだよね。でもリンクフェードは美容成分が入ってるから、長時間塗ってても保湿が続いてくれて、これからの季節もすごく重宝するかなと思います。そう、ファンデーションはね、やっぱ肌の負担とか考えると、年を重ねていくとさ、なるべくファンデは使いたくないような、でもカバーしなきゃいけないようなみたいな気持ちになったりもするけどね、ミドサーですしね。でもリンクフェードは美容液成分の効果で、メイクしながらシワ改善、美白が目指せると。塗ってる罪悪感がないどころか、むしろいいことしてる感じが本当におすすめです。私もリピートしているリンクフェードのリンクルケアファンデーション、1本で済むのが本当に時短になるし、毎日忙しくて仕事や家事、育児でなかなか朝のメイクで時間が割けないっていう方や、ベースメイクはなるべくナチュラルに済ませたいけど、でも仕上がりも重視したいなっていう方におすすめです。ベースメイクの化粧品を全部揃えようとすると結構高くなっちゃうけど、リンクフェードは1本で完結するから、そういう風に考えるとすごくコスパがいいんじゃないかなと思います。思いますとかって言っちゃった。定価は5980円なんですが、今回特別にですね、 Amazon のクーポンを発行してもらいました。前回もすごく好評だったみたいなので、今回もね、たくさんの方に知ってもらえたら、試してもらえたらなと思います。この期日までに Amazon で購入するとクーポン適用で1500円オフの4480円で購入できます。しかも今回特別に朝使っていたスポンジもついてくるみたいです。概要欄にクーポンコードを貼っているので、ぜひ皆さんも試してみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、励みになります。10万人突破企画も近々考えております。ありがとうございます。そう、銀の盾のね、申請するためのメールが届いたので、銀の盾どこに飾ろうかな。でこれからも、まあ子供たちが一番なので、無理はせず、でも私も楽しく YouTube もできているので、楽しく続けていきたいなと思っております。私も編集チームも皆さんのグッドボタン、チャンネル登録が励みになっております。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。バイバーイ。